井上和博1999年10月10日井上航はここ後楽園ホールでプロレスラーとしてデビューを飾る。これからどんどん強くなったり、いろんな壁にぶつかったりく自分を逃げてほしいです。で、壁は必ず乗り越えたいと思います。ヤングライオン時代は同期の柴田勝頼らとしのぎを削る戦いを繰り広げ、憧れだった重心サンダーライガーをうならせるほどの実力を兼ね備えていた。ジュニアヘビー級戦線で日の目を浴びることとなったのが2005年金本浩二とのタッグで挑んだ IWGP ジュニアタッグ選手権。王者組邪道下道の執拗な攻撃を耐え抜き、見事逆転勝利。悲願の IWGP 王座初体感を成し遂げる。見たか、これが新日本ジュニアだ。新日ジュニアのトップ戦線に躍り出た井上は2007年、ついに IWGP ジュニアヘビー級ベルトを奪取する。ありがとう。さらに翌年のベストオブザスーパージュニアでは師弟関係だった金本浩二を破り、念願の初制覇を果たす。井上だ。ついに金本超えを果たしました。そして井上は次なるステージへの挑戦と語り、ヘビー級への転向を決意する。しかしこの転機は井上の前に大きな壁となって立ちふさがった。ヘビー級のパワーに圧倒される。観客を魅了するような戦いができない。そんな不甲斐ない自分にもがき苦しんでいた。お前そんなもんじゃ俺たまげろ。お前悔しいんだてめえ。当たるねえだ。おらなんでそれをリングで出せるんだもんだろ。おい。そんな中、正義軍永田裕二とのタッグで挑んだ2010年 G1 タッグリーグ、高橋裕次郎内藤哲也組との決勝戦で井上のスピアーオブジャスティスが炸裂。涙の初優勝を飾る。さまざまな激戦激闘を続ける井上だったが、その戦いは徐々に自らの肉体を蝕んでいった。そしてついに限界が訪れる。私の右腕は今現在プロレスラーとして必要最低限のトレーニングができません。なのでこの後楽園ホールで4月2日引退します。今までたくさんの応援をしていただきまして本当にどうもありがとうございました。14年6ヶ月のプロレスラー人生にピリオドを打った井上航。何事にも一途で実直な男。その最後の勇姿を目に焼き付けよう。2014年 4.2 後楽園ホール、井上航引退記念大会。